土蛛は農学作品の一つ。土蜘蛛と表記されることもある。室町時代の末期に制作されたと言われている、鬼退治もので雲の糸を投げつける演出で知られるが、これは明治時代に今後唯一が考案したものである。農学、大鉱山同様、王道を民主想が見られる。源の頼光に仕えているという誇張は、重い病に苦しむ頼光のために、 天役の頭から薬をもらい、館を訪ねた。よりみつは、人の命の儚さを嘆き、自分自身も最後の時を待つばかりだと言っているが、胡蝶は、よりみつの弱気を何とか励ましていた。深夜になって、そうの格好をした者が館を訪ねてきた。そして、よりみつに病気は、私のせいであると言いながら近づき、千筋の雲の糸を投げかけてきた。よりみつは、 雲の糸で苦しむも、枕元にあった、名刀膝丸を抜いて切りつけ、なぎ伏せて仕留めたと思いきや、その姿は消えてしまった。より密の異変を聞きつけ駆けつけた、毒武者に、それまでの話を語り、膝丸の遺徳によって、火星のものが退散したので、これより、膝丸を雲切れと名付けると言った。毒武者は、太刀で切りつけられた雲の血が流れているのを見つけ、この跡をたどって、 火星のものを退治して参りますといい従者を連れて追っていく。この国は土も木も全てが大きみのものであるから鬼の宿るところはないといい。古塚の前に進み出て大音声で叫び塚を従者に崩させると中からエニや水で対抗してきた。やがて鬼神が姿を現し今度はおびただしい糸を。 投げかけてきて言うには、我は、葛城山に年を経た土雲の精魂であり、君が世に触るようなさんとより密に近づいたのであると、言った。読む者は進み出て、大君の地に住みながら、たたりをするから、天罰として、剣で切られたのだ。今度は命をたたんと言って、皆で一斉に切りつけた。土雲の精も次々と千筋の糸を投げかけて、武士たちの手足を縛りつけて苦しめる。 武者たちは、深刻王道の恵みを頼りにと取り囲むや、土雲も、剣の光を恐れるそぶりを見せる。その隙に何度も何度も切りつけて、ついに土雲の首を打ち落とした。そして、喜び遺産で戸へと帰って行った。次第誇町、浮き立つ雲の行方や。浮き立つ雲の行方や。風の心地を尋ねん。差し誇張、これ、はより蜜のおうちに使え申す。 古城と申す女にてこう。さても、より密霊ならず、悩ませたまうにより、天薬の頭より、お薬を持ち。ただいま、より密の御所へ参りこう。いかに誰か、お入りこう。とも、誰にて、御座構造、古城、天薬の頭より、お薬を持ちて。古城が参りたるよし、お申しそうらえとも、心へ申しこう。 ご機嫌をもって、申し上げうずるにてこうさしよりみつ、ここに来やすこに結ぶ水のああの、浮世に回る身にこそありけれ、実にや人知れぬ心は重きさよごろもの、恨みん方もなき袖を、片時きたぶる重いかなとも、いかに、申し上げこう。天役の頭よりお薬を持ちて、故障の参られて、こうよりみつ、こちらへ来たれと申しそうらえ、とも、かしこまってこう。 こちらへ、お参り行へ。誇長、いかに、申し上げこう。天役の頭よりお薬を持ちて、参りてこう。お心地派なんと、お入り騒動ぞよりみつ。昨日より心も弱り、身も苦しみて。今は、気を待つばかりなり、かかる誇長、いやいやそれはくしからず。病白式習いながら、領事によりて、料ることの。令は大きい世の中に、よりみつ。 思いも捨てず様々に植え歌じ渋い、色を、人して、夜昼の。色を、人して、夜昼の。境も知らぬありさまの、時の移るをも、覚えぬほどの心かな。実にや心を転せずそのままに思い沈む身の。胸を苦しむる心となるぞ悲しき一世して、月世紀。夜半とも見えず雲霧の。 かかれば曇る心かな。して、いかによりみつ。お心地派は、なんと、ご座構造、かかる、よりみつ、不思議やな誰とも知らぬ創業の、信仰に及んで我を唱う。その名は、いかにおぼつかなして、愚かの王成功や、悩みたもうも、我が瀬古がきべきよいなり、ささがにのかかる、よりみつ、雲の振る舞ひかねてより、知らぬというになほ近づく。 姿は、雲のごとくなるがして、かくるや千筋の糸筋に、かかるより密、五体をつづめして、身を苦しむる上うたじうたい、火星と見るよりも、火星と見るよりも、枕にありしひざ丸を、抜き開きちゃうと切ればそむくるょを続けさまに足もためず、なぎ伏せつつ、えたりや野王とののしる声に、形は消えて、うせに蹴り形は消えてうせに蹴りして中入りわき、お声の、 高く聞こえ候ほどに、はせさんじてこう。なんと申したる、おことにて、こうぞ、よりみつ、意識も早く、来るものかな。遅行来たり騒来語って、聞かせ候べし、よりみつ後、さても、夜半ばかりの頃、誰とも知らぬ創業の来たり我が心地を問う。何者なるぞと、尋ねしに、我が世古が来べきよいなり、ささがにの、雲の振る舞ひかねて表しもという。 国家を連ね、すなわち七尺ばかりの雲となって、我に千筋の糸を繰りかけしを、枕にありし膝丸にて切り伏せつるが、火星のものとて書き消すようにうせしなり、これと申すも一えにはかしの糸くと思えば、今日より膝丸を雲切れと名付くべし、なんぼ浮きとくなることにて花きか脇、言語道断、今に初めぬ君の子以降、 はかしのいとく。かたがたもってめでたき、おことにてこう。またみたちづけのあとを、みそうらえば。けしからず、ちのながれこう。このちをたんだえ。かせいのものをたいじ、つかまつらうずるにて、こうよりみつ、いそいでまいりそうらえわき。かしこまって、こうわきなかいり狂言律、ちしゃべりありいちせいごわきわきつれ、どもきも。わがおおきみのくになれば、どこか鬼の宿りなる、かかるわき。 その時、読む者進みいで、彼のつかの塚に抗避、大音あげて言うよう。これは音にも聞きつらん。よりみつのおうちにその名を得たる、読む者。いかなる天魔騎士なりとも、命魂をたたん、この塚を、自由体、崩せや崩せ人々と、呼ばわり叫ぶその声に、力を得たる。ばかりなり、乗る自由体、下地に、重負物資の、下地に、重負物資の、塚を崩し、 石を覆せば、塚の内より替えを放ち、水を出すといけども大勢崩すや古塚の、怪しき岩間の影よりも、奇心の形葉、現れたり、あとして、何時知らずや、我が昔、カツラ山に年を経し、土蜘蛛の成功なり、なほ君が世にさありようなさんと、より密に近づきたて祭れば、帰って命を絶たんとや、乗るわき、その時独無者、 進みで渋滞。その時読む者進み入れて、何時王子に住みながら、君を悩ますその天罰の、はかしにあたって、悩むのみかは、命魂をたたんと、手に手を取り組みかかりければ、雲の精霊千筋の糸を繰りためて、投げかけ投げかけしらいとの、手足にまといはり答えをつづめて、倒れ伏しとぞ見えたりける脇、しっかりと、ハイヘドも渋滞、しっかりと、 ハイヘドも、深刻王子の恵みを頼み、かの土雲を、中に取り込め大勢乱れ、かかりければ、博士の光に、少し恐るる景色を瓶に切り伏せ切り伏せ、土雲の、首打ち落とし、喜び勇み、とえとてこそ、帰りけれ不適切な金遣いや、苦闘点の位置があるが、歌い本の通りに記した。源の頼光が登場する能楽は、他に、大鉱山、 ラ生門があるが、その大鉱山と平家物語の剣巻をもとに作られたと言われている。剣巻にある七尺の異形の奉仕が病に伏せる、頼光に綱をつけようとする場面。それに対して頼光が膝丸で応戦する場面。頼光の四天皇が奉仕の血をたどって北の森の古塚にいた土雲を鉄串で刺し殺して河原にさらす場面。 ひざまるを雲切れと呼ぶようになったことなどが取り入れられたと見られている。また、大鉱山には、毒武者が登場し、それらを合わせて、土蜘蛛は作られている。この毒武者は農学における、創作の人物と見られているが、近年、清少納言の兄である、清原伊達臣であるとする説もある。また、古城は、土蜘蛛の化身という見方もある。平家物語の遺本の一つ、 原平清水器の関東に付属している、伝説説は ABC 梅原武史、関関ゆかず、脳を読む信仰とゼアミンを、角川学芸出版2013年ピアニッシモ280から289、大成版関税優書新得本上、日の木書店、ピアニッシモ、土蛛のページ、ありがとうございます。